遊んだらまた遊ぶからといって片付けをなかなかしてくれません。本当に困りますって泣いてます。なんかまた遊ぶな。でもなんか埋めてるしな。ピバニチャンネルのママです。今日は2人にドッキリを仕掛けていこうと思います。1個目の動画はシノ、2個目の動画に左右それぞれにねドッキリを仕掛けていくんですけど、今回仕掛けるドッキリは私のビバニママっていうチャンネルがあるんですけど、まあね、なかなか全然動画が投稿されていないんですが、そちらにママさん向けの質問を募集したと言います。子どもの、ね、悩み相談に左右シノが答えるっていう形のドッキリなんですけれども、まさかそのママたちの悩みがね実際実は私の悩みっていうか、いけないというか、それがまさか、ね、自分たちへのことだといつ気づくのか、ちょっとドッキリを仕掛けていきたいと思います。でこの動画を見ると、さゆとしのってこんな感じなんだみたいなのもわかるので、ぜひぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。こんにちは、メンチャンネルのしのです。あたしです。今日はですね、はい、はい、今日はこのシルベーヌの美味しいお菓子のケーキと、あとこのシノのブラックサンダーを食べながらコーヒー牛乳を飲みながら、はい、サンダーに聞いていきたいと思います。はい、視聴者さんの、ね、悩み相談なのでちゃんと真剣にね答えてもらいたいなと思います。はい、始めます。では行きます。一、はい、つ目です。はい、早速いただきます。早速食べんの、はい、じゃあ子供に好き嫌いがすごく多くあります。はい、どうしたらその嫌いな食べ物を食べてもらえるようになりますか、アドバイスをください。はい、はい、私もYouTube ごっこみたいなことをして、そうですね、目をつぶって食べさせる。それがいいと思います。はい、だそうです。では次の質問いきます。はい、帰ってきて宿題ではなくお菓子を食べながらうちみたいすぐスマホばかり見てみます。みんなこんな感じなんでしょうか。はい、こんな感じです。私もそんな感じで、疲れたので休憩してから、まあ、結構まあ15分ぐらい TikTok とか見たら、しのいつもやってるよね。なんかそれは子供がなんか頭に入れやすいんじゃないですか。あ、そういうことなんですか。最初に宿題をするんじゃなくて TikTok とかスマホ、YouTube とか見てから、ちょっとね、ちょっと見てから、うん、やればやる気出るかもしれない。あ、そうなんだ。じゃあそれはそのままでいいってこと。うん、そのままでいい。そうなんですか。はい、わかりました。そういうことらしいです。では次いきます。遊んだらまた遊ぶからといって片付けをなかなかしてくれません。本当に困りますって泣いてます。遊んだらまだ遊ぶからって言って片付けをしてくれないんだって。そういう時はどうすればいいですかっていう質問です。なんかまた遊ぶな。でも自分もやってるしな。じゃあどうしようかな。普通になんかママが今日写真のその目にいっぱい前髪がつくの痛い。痛い、前髪がついて痛い。ちょっといなくなってしまいました。ちょっと前髪減っちゃったところあるけどいい。これじゃないとなんかね、あれ、あ、ちょっと待って、もう一回。あ、はい、なんかね、これじゃないとね、ね、そう、目に入っちゃうんです。はい、続きどうぞ。はい、何でしたっけ。あ、遊んだらまだ遊ぶからといって片付けをなかなかしてくれませんって。うん、自分の部屋とかのところに家族とかがそんな通らないところにまだ遊びたいっていうなら、うん、そこに一回置いておく。置いておく。そう、置いといて、それ遊ぶ時になったらそれで遊んで、うん、それ片付ける時になったらちゃんと片付けるみたいな。ああ、ちゃんと片付ければいいんだ最後。そう。じゃあ遊び途中だったらもうそのまま置いといても OK。 うん、あ、そういう感じらしいです。では次行きます。はい、寝るまでに時間がかかります。どうやったら子供はすぐに寝てくれますか。なんかね、寝る前、まだあるんです、すいません。寝る前に何かしてあげた方がいいですか、らしいです。なんか私も
本当に寝るまで本当に時間がかかる人なんです。はい。なんかそういう時って次の日休みとかだったら、シナは普通になんかテレビで ASMR ポチってつけて、それでよく寝れてるよね、休みの日っていうか。だから昨日もそれで寝てたしね。音を流してね。そう。それだと子供も、私も子供なんですけど、すごく気持ちよく寝れたので、まあ、それがちょっとおすすめしたいんですが、まあ、ASMR なんか嫌いというか動画見せたくないなとか、なんか音だけでも、まあなんかもったいなくないみたいなことだったら、どうやったら子供はよく眠れますかね。なんかシノってさ、小さい頃トントンめっちゃ好きだったじゃん、トントンでよく寝てたじゃん、だからトントン多分効くと思います。トントン、わかりました。じゃあトントン、でもちょっと次の日ちょっとお母さんはちょっと胃痛くないですか。そうだね。じゃあおすすめはトントンです。はい、わかりました。トントンとあと ASMR とか。はい、じゃあでは次行ってもいいですか。あともしかしたら子供が寝てる時に ASMR してあげたらどうですか。スクイーズ耳元で寝てる子供に向かって ASMR。 はい、では次行きます。はい。何か頼んだりお願いをすると返事がないか、はいはいと言われます。どうしてそんな言い方になるのでしょうね。なんかね、はい、本当に今ちょっとキレがいい時だったら、キレ、キレっていうかまだキレが悪い時、キレが悪い時だったら、はい、ちゃんと後でやっとくからって言って、マシルもそうなんですけど、なんか後でやっとくよって言ってるのに、ママがいや今やってって言うの。でもちょうどちゃんとその後にシノをやってるんです、はい、だからその時はいはいはどんな挨拶返せばいいのかっていうと、多分はいがいいと思います。ママもそうやって言ってたんですけど、はいはいは2回じゃなくて1回でいいって言ってるので、まあ、その子供さんに言うならはいはいじゃなくてはいは1回でいいよって言った方がいいと思います。あ、そこでじゃあ注意をした方がいいな、はい、子供がはいはいって言ったらはいは1回でいいよって、はい、うちのママみたいに、はい、あ、次いきます。ちょこちょこお菓子を食べます。虫歯が心配です。そんな時どうやって言ってあげればおやつの時間だけ食べれるようになりますか。ダラダラ食いを避けたいってことみたいですね。なんかシノもそうなんですけども、シノもダラダラ食いすっごい多いんですけど、ね、なんかシノ本当はママにやってほしいことがあるんですけど、なんか、はい、他の歯の絵を、絵みたいな、紙で作って、唇もね、紫色のバイキンみたいなのも描いといて、こうやって歯磨きも作っとくの、それでこうやってゴシゴシして洗ってあげたり、ダラグリダラグリグリ避けようねとか、なんか学校から帰ってきて35分になったらおやつを一回やめて宿題やろうねとか、そういった時間を決めてあげると子供ももしかしたらやめやすいかもしれません。ちょこちょこ食べるって書いてあるので、夕飯前とか、勝手にお菓子をつまみ食いしちゃうみたいな感じ。ちのちゃん、どうするそれ。ママの大事な愛を困ったご飯を食べ終わってから、そのご褒美でもあるコブラさんだとかミカとかをプレゼントしてあげて、そしたら結構子供ってね、なんかね、あ、よかった、それだってよかったんだと思うから。じゃあご飯前に食べようとしてたら、ママの愛情こもったご飯が待ってるよって言えばいいんだ。そう、ダラダラ食いはダメだぞって。あ、自分に呼び返れるわ、しのも。では最後の質問になります。漢字が苦手みたいです。なかなか覚えられません。どうしたらいいですか。どこか塾などに通わせた方がいいですか、らしいです。漢字、国語の漢字が苦手みたいです。どうしました。どうしたシノもそれなってる感じ嫌い。あ、本当、なかなか覚えられませんって。そして字がすごく汚いですって書いてあります。それってシノエ、ん、それってシノエ。シノエ何が、え、シノの字が汚いとか。あ、シノも字汚いよね。言える、それは。もしかしてそれってシノエ、え、どれ。
という感じのしのちゃんへのドッキリでした。ですよね。知ってるもん。だってその質問がさ、しのとは全く同じだもん。どこから気づいてた？だからね、あの好き嫌いはそんな気づいてなかったの。だって子供ってそういうの多いから。うん。好き嫌いは実はこれは今考えてすぐつけてるね。いきなり全部しのちゃんへの。問題を、だからシノって好き嫌いそんなになくない？そう、シノには関係ないことを一個質問したの最初に。あの、あそこから気づいてた、あのダラダラ食いと、うん、あと後で、あのまだするから後で片付けるとあと、あのあれ、あの何だったっけ、あの最後の問題、漢字が苦手。そう、漢字が苦手なのはもう全くそれも気づいてたという感じの、今回は全てママの悩みであるシノちゃんへの問題行動でした。ということで、次回はこちら同じような内容ですね。質問内容を変えて左右お姉ちゃんにやるので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。これってハビバニ？ハビバニです。ハビバニママじゃないんだ。ハビバニママの方で質問はしておりません。なのでね、あの自分へのアドバイスとしてシノは言ってたと思うので、結果気をつけてください。ねえねえ、チャンネル登録もよろしくお願いします。TikTok にさ、LINE ブームもやってるので、そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。